ルーザーブラケット、モハメド・ライト VS イアン、この2人がここでマッチアップ。負けたら敗退です。いいレスキュー、完璧なイアン防衛。ライト選手ドリルにファルチェとなるとトルネードもある。イアン選手ペッカー、ウスラはベビーからターゲット、縦線入り。いや、防衛がイアン選手丁寧ですね。エリクサー貯めてイアン選手ザップ、サイクル回し。とりあえずこのリトルピースに対してはファルチを置いておけば対応ができます。ガーディアンが出てきても貫きでリトルピース削る。ここで限界突破、ボンバイスター早い、ナイトの対応。このリトルプリンス加速によって間に合うか、処理間に合った。ラムライドタック、ここは早い、ゴブリンドリルノックバック、ラムを止めます。ライト選手は変わらず左。先置きのテスラ、しっかりトルネまで使っていくが、これリトルプリンスに削りは通りません。あ、でも代わりに限界突破のボンバーでリトプリ処理を狙う。ライトニング、ここでのスペル削り、デビの、おお、ザップでファルチ処理。タワーも削って、あ、このザップ来たと、ドリルの受け、ロリババ完璧。テスラ手札を回すライト選手、に対しては縦の選手があります。高めのナイト、ライトニング削り、もうとにかくスペルの削りでイアン選手はリードを掴み続ける。ギガとバボンバ、トルネード引っ張って、ただタワーにダメージは入りません。あ、ここで通る、2500。まだライトニング削りのおかげでイアン選手はリードが取れています。トリガードリル少し取れた、ライトニング、ここでも差を突き放す。限界とかボンバー、ここは受け使います。それでタケチェ残したボンバーがロリバで剣処理、ナイトを縦にラムライダータック、ゲイカタバザップ、ラムライダーダメージ入るか、これ割りそうだ、ザップのおかげで、おお通った、ライトニング940、圧倒的ダメージリード。残り時間25秒、まくれるか、ラスト20秒です。ドリルの削り、コースが少し厳しいの、ロリババ受け、ラスト10秒、アルチェライトニングの削りがある。ザップも合わせてグッドゲーム、タイブレーク初戦勝利はイアン選手。ジジ
ライト VS イアン2試合目。イアン選手フォグライダー、バルキリーまで追加して、ここはノーダメージ。イアン選手ライト相手に勝ちに行くデッキはやはりフォグ。気をつけてくれよ、ザップはちゃんとねローリングとなってますね。今回はバンなし、バンには光っていない。だがフル回収のところにホグライダー、ここはコウモリの火力もあるのでダメージは入りません。ボーラーがあるから攻めはできないが、イアン選手防衛の時間、インフィールドのタワーピック、ライトニング、インフェプラスのバーバリアン、右サイドタワーで受ける、一発二発、削りはイーブンで間もなく2倍タイム。ボーラーが近寄る前に先に攻めるアイゴレホグ、ボーラの空爆受けながらもダメージは入ります。いい削り、リード掴んだイアン、高めのインフェでジャイを止める。さらには防衛スペルポイズンです。歩き限界突破のババがジャイを止めて、おっとレスキュー、ガーディアンダメージ、拾ったアイスゴレム止めているイアン、そしてロケット押し、これ残るか、残る。ジャイボーラーですが、ここ後ろからなのでライトニングは回せます。嫌な位置、ロケット欲しい、ライトニング巻き込むことは難しいが、後からバーバリアン、ジャイアタック、肩インフェでここは突破を狙うコウモリ、でもアイスゴールでコウモリ処理して逆サイドのダガが、あ、反応させない、ライトニング、でも限界突破のババリアン、ここはジャイパンチ届きません。3倍タイム、ヒットフリーレスキュー、ホグのダメージ、あ、これは一発でかすぎる、800差、回転が速いわけではない、ないライト、スペルの削り、今回コウモリ使ってロケット保証処理狙いますが、残ります、ロケット押し、溜まっていくロケコ、ロケット保証処理のライトニング、タワーを削って、でもジャイはインフェが止めている、ラスト20秒、壁の限界突破、コウモリでインフェの竹を奪った、でもバーバリアンがある、インフェプラスバーバリアンでジャイは突破ができません。イアン選手がライト選手を相手にストレート、
グラロワキングライト選手がカラダスカップベスト16でのフィニッシュです。 GG。 いやん選手いいデッキ持ってきましたね。ババプラスのインフェン、そして防衛のポイズンのホグライダーデッキ。